イラストができたから確認してもらっていい？わかった。それじゃあファイル送って。うん。全体的なイメージは問題ないと思う。僕も確認したよ。気になったところ、まとめて送ったからよろしく。二人ともありがとう。調整してみるね。エノノン、どうしたの？何か悩み事？あ、まあ、ちょっと。絵のことでね。絵のことって？なんていうか、先生に絵に魅力がないって言われたんだよね。今回は手応えあったのに、どうしてかなって思って。先生の言い方的に技術的なことじゃないと思うんだけど、何が足りないのかよくわからなくてさ。魅力か、難しい話だね。僕たちはエナナの絵が好きだし、どの絵も魅力があると思うけど、画家の人ってやっぱり見方とか違うんだろうね。うん、こっちが描けたって思ってもダメなところをズバズバ言われちゃうしね。けど通い直してよかったな。少しずつだけど、ちゃんと勉強してた頃の勘が取り戻せてる気がするし、自分でも良くなっていってるなって感じるから。そっか、頑張ってるんだね。そういうのいいね。僕たちも応援してるよ。ありがとう。時間はかかるかもしれないけど、もっと上手くなってケイたちの曲にもっと合う絵を描くから待っててよね。うん、楽しみにしてる。あ、絵って言えば、どうしたの？ごめん、エナナ、ちょっと相談に乗ってもらってもいいかな？え？うん、もちろんいいけど、どうしたの？実は私の家に来てくれてるお手伝いさんが絵のことで困ってるんだ。学校の行事で職場体験があって、そこで幼稚園の子に絵を教えなきゃいけないらしいんだけど、その人は絵が苦手みたいで、上手に描くコツが知りたいって言ってたんだけど、私はあまり絵に詳しくないから力になれなくて。そうだったんだ。絵が苦手なのに教えろっていうのは無茶だよね。それに子供って結構容赦なく言うこともあるし。うん、だから何かアドバイスできたらいいなと思ったんだけど。エナナンだったらその人にどんなアドバイスをする？アドバイスか。実際に絵を見てみないと何とも言えないかな。じゃないと何で悩んでるのかもわからないし。でもそこまで悩むってことは相当なんだろうね。私もその人の絵は見たことはないんだけど、子供に教えるなんて絶対できないって言ってるんだ。いつもお世話になっているから、何とかしてあげられたらって思ったんだけど。うん。ねえ、ケイ。ん？ちゃんとアドバイスができるかどうかはわからないけど、私、その子の相談に乗ろうか？え、いいの？うん。ケイにはいつも助けてもらってるし、私にできることだったら協力したいから。エナナ。ありがとう。すごく助かるよ。でも、どうしようかな。
私がお手伝いさんから写真とかで絵のデータを預かって、それをエナナに送る感じでいい？ああ、ケイも曲作りで忙しいんだし、その子から私に直接送ってもらっていいよ。連絡先も教えていいからさ。そっか、わかった。じゃあ連絡しておくね。エナナ、本当にありがとう。きっと喜んでくれると思う。かなでも嬉しそうでよかったな。まあ、私も何かを教えてあげられるほど書けるわけじゃないけど。でも、できるだけのことはやってみようかな。さて、今日も早速作業に。ん？メッセージ？はじめまして、望月穂奈美と言います。突然メッセージを送ってしまいごめんなさい。ヨイサキさんから紹介してもらい、連絡をさせていただきました。東雲さんのお時間を取ってしまうことになり、大変申し訳ないのですが、今とても困っていまして、ご迷惑をおかけしてしまうのですが、よろしくお願いします。なるほどね。この子が奏が言ってた子か。奏の言ってた通り、丁寧ないい子って感じだな。はじめまして、東雲エナです。そんなに絵に詳しいってわけじゃないけど、わかることなら答えていくから気軽に聞いてね、と。ありがとうございます。そう言っていただけるととてもありがたいです。絵について悩んでいることはたくさんあるんですが、一番大きい悩みは、絵を描いてもそれが何か分かってもらえないことです。描いても何か分かってもらえない？そこまで行くと結構描けなさそうだな。やっぱり一回絵を見てみないと、ちゃんとしたアドバイスするのも難しそうだから。よければ描いた絵の写真を送ってもらってもいいかな。実際見た方がアドバイスしやすいし。あれ？返事が来ない。今、絵の写真撮ってるのかな？ちょっと待ってみよっと。来ない。もう30分も経つのに。結構遅い時間だし、もしかしたら寝ちゃったのかな？それなら仕方ないけど。あ、来た。何何？遅くなってしまってすみません。絵の用意に手間取ってしまいました。もしかして一から絵を描いてたのかな？やっぱり丁寧な子だな。犬の絵なんですけど、どうでしょうか？犬か。正確に描くのは難しいけど、デフォルメしていいならアドバイスもできそう。もっと複雑な、言っちゃえば何かの内臓っぽいっていうか、抽象画として見ればセンスあるのかも。もしかしてメタファーとして表現してるとか。いや、冷静に考えて、絵が描けないって言ってる子がそんな高度なことできるわけないか。これ、なんてコメントしよう。とにかく、何か返信しないと。ありがとう。送ってもらった絵、確認したよ。すご
ごく印象深い絵だなって思ったよ。これが限界かな。すみません、驚かせてしまいましたよね。まあかなりね。見てもらった通り全然絵が描けないんです。何回か自分でも練習したんですけど、でもどうしてもうまくできなくて。東雲さん、お願いします。この絵を何とかする方法を教えていただけないでしょうか。うわ、何とかって言われてもな。難しいとは思うんですけど。幼稚園の子たちにちゃんと絵を教えてあげられるようになりたいんです。うん、なんか一生懸命な子だな。一回きりの職場体験なんて適当にやればいいのに。誰かのために頑張っちゃう人なんだろうな。もしよかったら直接教えようか。メッセージだと一回一回写真送ったり文字を打ったりしないといけないしさ。そこまでしてもらっていいんですか。今でもかなりお時間を取っていただいているのに。気にしなくていいって。教えることも絵の勉強になるっていうしね。もちろん望月さんが迷惑じゃなかったらだけど、どうかな。いえ、全然迷惑じゃないです。東雲さんがいいならぜひお願いします。それじゃあ決まりだね。今日はもう遅いし、場所とか日にちはまた今度決めようか。はい、本当にありがとうございます。憂鬱だったけど、東雲さんが教えてくれることになってよかった。これでほんの少しでも、せめて何を書いてるのか分かってもらえるくらい上手くなれればきっと大丈夫だよね。結局教えてもらう場所はまだ決められてないけど、どこかいいところあるかな。おはよう。あれ、タクタクタコタコ吸盤プニプニ、まるまる太陽さんさんさん。エムちゃん楽しそうだね。何描いてるの。あ、花見ちゃん、タコさん描いてたんだ。タコさん、エムちゃんすごく上手。可愛くて明るい雰囲気もあって、小さい子も好きそう。いいなあ、私もこれくらい描けたらいいのに。今度の職場体験でちっちゃい子に絵を教えるでしょ。でも私、誰かに絵を教えるの初めてだから、うまくできるかちょっと不安なんだ。だから今から練習してちょっとでも上手くなりたいなって。エムちゃん、こんなに可愛い絵が描けるのにエムちゃんも不安なんだ。あ、そうだ、花見ちゃん、一緒にお絵描き練習しようよ。先生役とちっちゃい子の役を交互にやってくの。そしたら教える方も描く方も練習できるでしょ。思うんだけど、でも
それって M ちゃんに私の絵を見せることになるよね。それは…ほなみちゃん？あ、ごめんね。実は…ほなみちゃん、絵を描くの苦手だったの？何を描いてもうまく表現できなくて、絵を見て笑われることもあるんだ。だから幼稚園で絵を教えるって知った時、どうしようって不安だったの。そうだったんだ。だからほなみちゃん最近元気なかったんだね。ごめんね、Mちゃんに見せたくないわけじゃないんだけど、人前で描くのは少し抵抗があって。でも絵が上手い人に教えてもらえることになったから、上手に描くコツとかを聞いて、本番までにはなんとか描けるように頑張ろうって思う。いいな。いつ教えてもらうの？週末なんだけど、まだ場所は決まってないんだ。私の部屋、エアコンの工事が入ることになってて使えないし、でも相手の方のお家にお邪魔するのも申し訳ないなって思って、いい場所がないか探してるところなの。そっか。あ、それなら私もその練習一緒に参加してもいいかな。え、Mちゃんも？うん、私も絵の練習したいし、ほなみちゃんと教えてもらえるなら嬉しいなと思って。それに私の家だったら全然大丈夫だし、思いっきり絵が描けると思うんだ。ほなみちゃんと教えてくれる先生が良ければだけど。ありがとう、Mちゃん。私は大丈夫だから、教えてくれる人、東雲さんに聞いてみるね。望月さんに送ってもらった地図からすると、大鳥さんの家はこの辺のはずなんだけど、それっぽい家全然見つからないし。お？あの子どこかで見たことがあるような。あ、あの時の。やば、聞こえちゃった。あ、もしかして東雲さんでしょうか。え、ってことはもしかしてあなたが。はい、望月です。今日絵を習う予定な。望月さんってあなただったんだ。え、最近何度か絵画教室の前にいたでしょ。実は私、その時見かけてたんだ。見られてたんですね。恥ずかしい。すごく真剣な顔してるなって思ってたけど、やっぱり悩んでたんだ。それなら、ちょっとでも力になってあげないと。じゃあ改めて、私は東雲エナ。エナって呼んでくれていいよ。はい、望月ほなみです。今日はよろしくお願いします。エナさん。うん、よろしくね。っていうか、大鳥さんってこの家どこにあるの？ずっと探してたんだけど全然見つからないんだよね。ここが大鳥さんの家だと思います。え、ここって美術館とかの敷地じゃないの？大きい門と柵しかないし。その門に
大鳥って表札があるので。ほんとだ大鳥って書いてある。嘘でしょ、こんな家に住んでる人実在するの？確かにこんなところに美術館あったっけって思ってたけど。Mちゃん、大鳥さん、お嬢様なので。いやいやいや、お嬢様にも程があるでしょう。こんな家に住めるなんて相当大きな会社の社長令嬢としか。お？大鳥？いや、まさかね、フェニラン経営してるあの大鳥グループの人とか、そんなわけ。多分その大鳥さんで会ってると思います。私もお家には初めて来たのでびっくりしましたけど。え？大鳥グループのお嬢様に絵を教えるってこと？はい、その事前にお話ししてなくてすみません。絵を描くことで頭がいっぱいになってしまっていて。いや、報告されるほどのことでもないし、別にいいんだけど、ちょっとびっくりしちゃった。じゃあ、ひとまず、入ろうか。はい。何これ、やば。リビングから庭園が見えてる家とかある？お高いホテルレベルじゃん。っていうか、あそこに飾られてるのってレミドールのパレード？まさか本物じゃないよね？これがお家なんですね。お嬢様だから？真冬が普段どんな感じでこの子と話してるのかちょっと気になるかも。お、いらっしゃい。 M のお友達だよね。今日は遊びに来てくれてありがとう。こんにちは、お邪魔しています。そんなにかしこまらなくても大丈夫だよ。後でお菓子を持っていくからゆっくりしていってね。ありがとうございます。それじゃあ早速私の部屋に行こう。
それじゃあ早速絵を描いていこうか。でもその前に、念のため確認なんだけど、花見ちゃんと M ちゃんは幼稚園の子たちに絵を教えられるようになりたいんだよね。はい、そのためにまずは何の動物を描いたのか分かってもらえるようになりたいです。なるほどね。じゃあ花見ちゃんの目標はそれにしよっか。はいはい、私は幼稚園の子にどう教えたらいいのか知りたいです。どう教えたらか、なら M ちゃんがどれくらい描けるのかも知りたいから、まず最初は2人で一緒に描いてみて、その後ほなみちゃんは動物を1種類描けるように練習、 M ちゃんはどう子供たちに教えるか考えていこうか。画材は私もいくつか持ってきたし、好きなものを使ってもらっていいけど。私も今日のために鉛筆も絵の具もいっぱい準備しました。一緒に使いましょう。この絵の具とかすごくピカピカして綺麗だからいっぱい使いたいです。へえ、確かにいい色。それラピスラズリの絵の具じゃない？普通のチューブの半分以下しか入ってないのに5万はするっていう。え、 M ちゃんどうしてそんなすごいもの？大きな画材屋さんに置いてあって綺麗な色だからお小遣いで買ったんだよ。みんなで使おうよ。きっと綺麗な絵が描けると思うんだ。使えるわけないでしょ、そんな貴重なもの。え、でもせっかく買ったし使わないともったいないかなって。それはそうだけど、じゃなくて、これは固形水彩絵の具だからかなり使いにくいの。うまく塗るには結構技術がいると思うよ。そうなんだ。じゃあ今日は使えないの？ああ、まあ今度使い方のサイトとか教えてあげるから、それで試してみたらいいんじゃない？はい。しょんぼりしたと思ったらすっごい笑顔になってる。ちょっと型破りだけど素直な子だな。さて、じゃあまずは二人ともこの紙に好きな絵を描いてみてくれる？はい。どれどれ、 M ちゃんは、お、紙からはみ出しそう。大胆だな。描いてるのはリスみたい。うん、尻尾のふわふわした感じとかよく描けてる。デフォルメもうまいし、幼稚園くらいの子ならこういう絵好きそうだな。これなら M ちゃんの方は問題なさそうだけど、すごい険しい顔で固まってる。ほなみちゃん、調子は？ごめん、驚かせちゃったかな。ほなみちゃんは描けてるかなって思ったんだけど。すみません、まだできてなくて。何を描くかで悩んでるとか？指導をお願いしておいて、こんなこと言うのはおかしいんですけど、書いてるのを見られるのが恥ずかしくて。え？その、私あんな絵しか描けなかったので、
小学校の図工の時間とかもクラスメイトの男子に笑われていて、幼馴染の子たちはからかう子を怒ってくれたり、気にしないでいいよって言ってくれたんですけど、でもそれから人前で絵を描くときはまた笑われるんじゃないかって不安になっちゃって。花見ちゃん、トラウマになっちゃってるってことかな。なんかちょっとわかるな。人前で自分の絵をケチョンケチョンに言われた時って本当にショックだし、他の人と比べられて酷評されるのは私だって。でも大丈夫だよ、花見ちゃん。うわ、最初から描ける人なんてめったにいないから、みんな人に見てもらったり教えてもらったりしながら上手くなっていくんだと思う。だから怖いのはわかるけど、ちょっとずつ見せていこう。ほなみちゃんの絵を見て笑う人はここにいないからさ。そうだよ、私も見せるから一緒に頑張ろう。そうだよね、ここで恥ずかしがってたってしょうがないよね。今日は練習しに来たんだし。そうですね、少し怖いですけど描いてみます。よろしくお願いします、エナさん。うん、頑張ろうね。はい。よかった。ちょっと前向きになってくれたみたい。私に絵の先生なんてできるかなーって思ったけど、この調子ならうまくいきそう。ここはこうして。また内臓みたいなもの描いてる。いや、内臓は例えが良くないかも。せめて、横長のおはぎ？なんだかよく見たら、センスがあるような気もしてきたな。何を描いてるのかはわかんないけど、こうずきって色を塗れば独特の雰囲気が出て良さそう。いやいやいや、小さい子にわかるような絵をって言ってるのに、それじゃダメでしょ。ちゃんと誰が見てもわかるような絵になるように教えないと。できました。どうでしょうか。まずこれは何なのか聞かないといけないけど、傷つけないような言い方にしなくっちゃ。わー、花見ちゃんナマコ描いたんだね。すっごく上手だよ。象を描いたんだけど。あ、これ象だったんだ。やっぱり見えないよね、描き直して。ダメだよ、私その象さん好きだよ、だから消さないで。でも消すくらいなら私がもらっていい？この部屋に貼っちゃおう。ありがとう、Mちゃん。結果的にはいいアシストしてもらえたな。見た限り、ほなみちゃんは描くものがどんな形をしてるのかしっかり捉えきれてないのかもね。
切れてない。うん、頭の中のイメージだけで描いちゃうと本物と違う形になっちゃうことが多いんだ。絵が上手い人でもあるんだよ。ここには影ができるはずだからって思い込みで実際の影より濃く描いちゃったりね。へえ、そうなんですね。だからまずはしっかり見て模写するところから始めていこう。しっかり見て模写する。でも昔写生の授業で同じことを言われた時、全然うまくできなかったので、できるかどうか。じゃあ最初はもうちょっと簡単にしてみる？スマホで写真を検索して、印刷した写真の上にトレーシングペーパーを置いて輪郭をなぞってみるの。それならどう？それならできるような気がします。じゃあ決まり、それでやってみよう。はい。タイムリミットはあと半日ってところかな。正直どう教えたらいいのかわかんないけど。こんなに頑張ってるんだもん、なんとかしてあげたいよね。